ペンタゴン防護局の文章ペンタゴン防護局は2001年9月11日の同時多発テロでペンタゴンが直接被害を受けたことがきっかけとなり国防総省を目標としたテロリズムに対処するために新設された警備機関である。前身はペンタゴン警察本部であり同組織はペンタゴン防護局の中核部門としてそのまま移管された。 ペンタゴン防護局の任務はペンタゴン及びその周辺280エーカーの国家重要地域での警備、犯罪捜査、核、科学、生物、放射能兵器防衛や入管、駐車許可及びペンタゴン職員への教育などである。日本の観光庁は一般家庭で家主が自己所有の家屋に鍵をかけることと同じように施設管理の一環として警備を行っているが、 アメリカの観光庁においては、当該観光庁の有する法執行機関に警備を行わせていることは珍しくない。ありがとうございます。